出演者の皆さん優しくて、僕が初めてドラマやるっていうことを聞いていろんなことを教えてくださったりとかして、心置きなく挑めるというか、自分のやりたいようにやれるこの環境すごい楽しいなと思いながら、なんか、あ、役者さんってこんなこともやるんだなという、芸能界の勉強にもなりました。ドラマでここまで描くんだみたいなのは正直思いましたけど、なんか僕の中ではこんな恋愛の仕方があるんだなっていう、自分が読んでて自分が恋愛してるような気分になったので、なんかそこは新しい恋愛できた気分にはなりました。南あの濃いキャラなのかなって思ってたら、監督が結構もっとなんかテンション上げてっていうキャラだった。僕も普段そっちの感じなので、自分とちょっと重ね合わせたというか、初めての役だったのでちょっとやりやすかったところはあります。他の現場があって、帰る用意してる時にマネージャーさんが、あ、そういえばあの本田 TBS ドラマ決まりましたって報告を受けて、みんなすっごい驚きして、みたいな、ドラマっつって、あの浦野修太っていうメンバーがいるんですけど、俺より先に台本見てましたね。はい、名前書いてあるじゃんってすごい喜んでくれてて、なんかやっぱそういう他の喜んでるメンバーを見て、俺もちゃんとここで頑張らなきゃなっていう改めて思ったので、なんか本当みんな喜んでくれたの、すごい素直に嬉しかったです。今回初めてこういう演技をさせてもらうっていうことで、僕の中でもすごい緊張がありましたし、ファンの皆さんも見てくれると思うので、今まで見たことないような、なんか本当素の本田康介を南として演じれたんじゃないのかなと思ってるので、僕の初演技というものをちょっと皆さんで見守っていただけたらなとは思っております。いやでもなんか良かったです。あの僕普通に入ってきて、普通に撮影してたじゃないですか、初めての演技なんですとか言わないで普通にやってたから、こういうのあってなんかちょっと嬉しいです。ちょっとやっと言えたみたいな。